はいどうもコミです。さて本日はつむぎ組さんから動画をお届けしてまいります。練習戦を、今回やっているんですけども、あーちゃんに浮気された人のカイさんとですねやってます。で、今日はタンフォール13見ていこうというふうに思うんですが、クイヒに関して今日はちょっとスポットを当てようかなというふうに思ってます。まあ、クイヒっていろいろな使い方があるじゃないですか。まあ、オーソドックスなので言うと、ウォールブレーカーを使ってどんどんこう壁の中ね、入っていくタイプだったり、まあ、それに、ディガホグを加える外周キング、アルカスだとか、アーチャークイーンとキング並走を足して、ロイヤルチャンピオンも使って足していくみたいな、まあ、いろんなパターンがあるんですけども、この中でも多分、一番アーチャークイーン酷使するのでこれじゃないかなっていうふうな、戦術ですね。まあ、真新しいかっていうと、昔からやってる人結構いたし、と思うんですよ。だけど、そんないっぱいだかっていうと、そうでもないと思うんですね。割と難しい僕戦術の部類に入るんじゃないかと思うんですが、今回ね、バディさんがこれめっちゃ綺麗に決めてたんで、これをね、通らせてもらおうというふうに思いました。おばちゃんさん、つむぎ組さんにもいらっしゃるので、多分これ、身内同士の攻めになっちゃってるかなという気もするんですが、申し訳ないんですよね。ここですね。ね、アチャクイがこの壁の中からこう入っていくっていうところですね。で、キング、クイーン、まあ、いるので、まあ、序盤はね、まだ何もせず、普通にクイヒやっていきます。まず、黒爆弾をしっかりバルーンで確認していきながら、デイジをかけて、このアーチャークイーン、バーバリアンキング、さらには、投石、グランドオーデン像もありますね、この部分ですね。きっちりこの高火力帯を押していきます。レイジに乗っかっている状態で、さらにバルーンを当てて奥側の爆弾まで見ていくっていうスタイルですね。2個目のレイジを焚いて、アーチャークイーン撃破、さらに、投石機を壊したタイミングで、後ろからウッドランチャーを刺していくという格好です。これを刺していくことによって、この壁が開くんですね。で、相手タウンホールまで一直線にアーチャークイーンが向かっていくと。で、当然ここ、アーチャークイーンが出てこっち側に行っちゃうリスクがあるんで、ババキンを使ってこの部分、カットしていきます。さらにここに、アイスゴーレム、ロイヤルチャンピオン、さらにはグラウンドボデーまでつけていって、圧倒的にここにヒーローたちの火力をぶっちゃけていくんですね。で、アーチャークイーンの方に見てみると、ウッドランチャーで壁がしっかりタウンホールまで開きました。で、そこから、相手の援軍処理の中、援軍の中身に関しては、これアイスゴーレムですね、が入っていって、多分バルーンも入ったんじゃないかな。で、バルーンで、このヒーラーが通っていくルート上の、黒爆弾を回収しながら、アイスゴーレムによって、アーチャークイーンに当たる火力を下げるということで、クイヒーをさらに延命して、奥へ奥へと、まあ、進ませていくというところですね。ロイヤルチャンピオン、ここで、レイジ状態、インビジをかけながらタウンホールを殴っていて、これタウンホール壊しましたね、これ。すごくいいファインプレイだったかなっていうところなんですけども。あとは、シングルインフェルノが残ってますが、レイジ1枚のフリーズ1枚残して、もう盤石すぎますね、これね。もう完璧と言ってもいいぐらいの。アーチャークイーンと、キング、さらには、キングロイちゃんかな、ヒーロー部隊、それプラスの、ドラゴンライダー、完全な、なんていうんですかね、もう噛み合い方がもうパーフェクトでしたね。さっきからもう完全ってことを言いまくってますけども、はい、もうそれぐらいでもすごいアタックだったんじゃないかなっていうふうに思います。でこういうふうに、やっぱりアーチャークイーンの仕事を、もう、なんていうのかな、酷使しまくって、機械に使っていく。アーチャークイーンのクイヒーって、ちゃんと最後まで生き残れば、まあ、最強の戦術の一個だと思うんですよね。まあ、そりゃそうだと思います。一番火力が高いアーチャークイーンが、もう開始から最後までずっと、施設を打ち続けてるわけなんで、これは一番火力が出るはずなんですよね。だけども、それをちゃんとやっていくために、難しいテクニックをいろいろ使わなきゃいけないんですけども、今回の場合っていうのはもう、バリタンがすごいシンプルにプランを作ってくれていて、まあ、これですね、今回はこの面から行くわけなんですけども、ちゃんと壁に、サイドが囲まれていて、アーチャークイーンが外に漏れないような感じのね、面を選んでいきます。で、真ん中ちょっとここはね、怪しいんですけども、まあ、こうスペースがこういっぱいね、あるので、まあ、そのスペースがあるおかげでアーチャークイーンはタウンホールの方に向かっていくだろうという判断かなというふうに思います。で、これもそうですね。序盤、レイジをしっかりかけて、相手のロイヤルチャンピオンを投石機、さらには、クロスをここを突破していきながら、まだね、ここしばらく、ウッドランチャーを出していきません。なんでかっていうと、さっきに比べて少しね、これ、横幅が広いんですね、この部分。こういう風に。なんで、アチャクイが、ルートとしてはこういう風に歩いていくんですよ。なんで、ここの部分がアチャクイが足止め食らうところを、まあ、ある程度予測して、遅めにこうね、ウッドランチャーを出していくという判断をしてます。この辺のウッドランチャー出す判断が結構難しいんですよね。で、さらには、
このウッドがここ、マルチインフェルノをこう壊してくれるんですよ。でこれって火力をなんていうのかな、アチャクイに向けないっていう面では美味しいんですけども、一方で、やっぱりアチャクイがターゲットする施設が目の前にこうなくなっちゃうとね、こういうとこね、なくなっちゃうと変な方向にこう逸れていく可能性があるので、まあ、そういうことが起こらないようにきっちりこっち側キングでカットする。これも同じですね、キングロイちゃんに肛門を当ててきっちりと横方向をカットしていってますねっていうことをしているという形になります。でアーチャークイーンはもう最後タウンホールまで到達するわけなんですけども、ここでまだ、クローグを使ってない状態でタウンまで到達してそれを壊しきっているので、ちょっとね若干この部分の三次方面の投石が重いかなと思ったんですが、まあ、実はここね、ドラゴンライダープラスロイヤルチャンピオンがまだ生きているので、こいつらを使って、押していくという格好ですね。アチャクイもまだフリーズ残している状態で、クロークも残ってるんで、だいぶ余力はあると言えばある状態かなと思います。フリーズいいですね。タイミング最高のタイミングでフリーズを打っていって投石をグランドウォーデンロイちゃんの火力で殴り壊していくという格好になります。このまま全開ですね。で、まあ、この形で攻める場合って、まあ、結構、難しいと思うんですよね。そもそも食い引きができなきゃこれできないし、で、やる上でさらに面選びっていうのもすごく重要かなと、いうふうに思うんですけども、ちょっとね、面の話を少しだけ、次もう一本というか、まあ、このアタックもう一回流しながらしていこうと思うんですが、まあ、さっきもちょっと触れましたけども、アチャクイが特にこうはみ出ないようにちゃんとまっすぐ進んでくれる壁の作りがあるかどうかってすごく重要ですね。この部分みたいに。で、これを逆側、こっち側から仮に入れたとすると、ここの部分でこうアチャクイが両サイドに漏れていってしまう可能性がすごい高いですよね。まあ、こっちをカットすればいいんだけども、テスラがあったらどうしようとか、まあ、いろんな不安要素があるわけなんで、まあ、特にこっちもテスラがあった場合はもう結構厳しいですよね。どっちにも行っちゃうんで。なので、バリさんしっかりこれですね、序盤に、アチャクイが変な方向に飛び出ないような、ちゃんとタウンまで向かって、一直線に向かってくれるようなルートを選んでるというところ。さらにこれ斜めに向かわせるっていうのはもう、これはもう言わずもがなあまりよろしくないですね。まず、アチャクイが到達するまでに歩かなきゃいけない、距離がすごく長い上に、大体斜めって横に漏れる可能性がすごい高いんですよ、こういう風に。なんで、まっすぐ進んでくんないから、アチャクイの動きが、予測できないような状態になっちゃうと、もうこれで食い引きほぼ失敗なんですよね。もうなんていうかな、コントロール不能状態のアーチャークイーンって生かすのがめちゃくちゃ難しいんで、ちゃんとコントロールの効くこっちの面をこう選んでいるというところ。でさらにキングとロイちゃんグランドウォーデンを刺していきながら、しっかりですねこっちの横方向のところ脇にアーチャークイーンが漏れないようにこうサイドカットをしているというところも見逃せないですね。でこの部分はキング と、ロイヤルチャンピオンで、こっちをアチャクイで削ってみて、でこの部分のことはここですね、ここのとこに関してはドラゴンライダーを、使っていこうというね感じで攻めていってます。まあちょっと最後ねドラゴンライダーが真ん中の方にこう入ってしまったんで、ここの部分壊しきれなかったんですけども、まあまあドラゴンライダーの仕事量としては結構しっかりやってくれたので、まあロイちゃんとアチャクイで刺していくことができたというところですね。でまあ、ドラゴンライダーを使うのかラバルを使うのかっていうところで迷う部分もあるかなと思うんですけども、このタイプの攻め方をするとなんですが、まあ、ドラゴンライダーを使うと呪文レイジで済むので、アーチャークイーン、まあ、クイヒーパートにレイジを割くのか、それともドラゴンライダーパートに割くのかというところで、まあ、ある程度臨機応変に呪文を使っていけるというメリットがあるのかなという気はします。ラバルだとやっぱり、ヘイストを多少積まなきゃいけなかったりする分、アーチャークイーンがいざって時にレイジもう1枚欲しいってなる、まあ、そんなケースがね、起こった時に対応しきれなくなったりするので、まあ、という意味で、もう潰しが効くレイジを、まあ、持っていって、まあ、遜色ないと、まあ、遜色って言うんですけどな、レイジを持っていって無駄にならない、まあ、なりにくいですね、ドラゴンライダーを使うっていうのは、比較的簡単にこの攻め方を、こなす、まあ、ヒントになるのかなという気がしますね。で、まあ、バリさんじゃこればっかやってるかっていうと全然そうでもなくて、タウンホール14のアカウントでは、スパトラやってたかなとかね、まあ、すごくいろんな多岐にわたる戦術をやるプレイヤーの方なんですけども、まあ、今回はこのウッドランチャー型のアッチャークイーン、クイヒーですね、をやってくれたんで、まあ、それをね、2本動画に収めさせてもらいました。いや、すごいですね。まあ、こんな形でクイヒーやる方はぜひ参考にしてもらいながら使い込んでいってもらえたらというふうに思います。まあ、というところで今日の動画を終わりにしたいというふうに思いますが、僕のチャンネルこんな感じでクラン対戦の解説中心にやってます。タウンホール13、14メインに扱っておりますので、動画いいなと思ってもらいましたらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。
では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。